それでは、令和6年度、介護医療院の集団指導講習会を始めます。必要に応じて、お手元に PDF 版の資料をご用意ください。本講習会では、次の5項目について、順にご説明いたします。動画は、項目1、項目2、項目3から5の3つに分けて掲載しています。 それでは、令和6年度の介護報酬改定における改定事項のうち、介護医療院に係る主な項目について解説します。ここで取り上げる改定項目は、次の1から17までとなります。はじめに、協力医療機関との連携体制の構築について、ご説明します。 施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で、より適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や、在宅医療を支援する地域の医療機関等との間に、実効性のある連携体制を構築するために、施設基準の見直しが行われました。まず これからお伝えする3つの要件を満たす協力医療機関を定めることが義務付けられました協力医療機関の要件は次のとおりです1入所者の病状が急変した場合等において医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること2診療の求めがあった場合において 診療を行う体制を常時確保していること。3、入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師または、協力医療機関、その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。です。この場合、協力医療機関は、 病床20床以上の病院であることが必要です。以上、この3つの要件は、複数の協力医療機関を定めることにより、満たすこととしても差し支えありません。なお、義務付けの適用にあたっては、3年の経過措置期間が設けられています。この間は努力義務ですが、経過措置の期限を待たず、可級的、 速やかに連携体制を構築することが望ましいとされています。次に、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合、等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体への届け出が必要です。なお、経過措置機関において、 先に説明した3つの要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は経過措置の期限内に確保するための計画を合わせて届け出る必要がありますさらに入所者が協力医療機関等に入院した後に病状が警戒し退院が可能となった場合においては速やかに再入所させることができるよう努めることとされています 次に、協力医療機関連携加算について、ご説明します。施設基準において、協力医療機関を定めることが義務付けられましたが、その協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、協力医療機関連携加算が新設されました。この加算の算定にあたっては、協力医療機関との間で、入所者の同意を得た上で、 入所者の病歴等に関する情報共有を行う会議を定期的に、おおむね、月1回以上開催していることが必要です。加算は、協力医療機関の体制に応じて、令和6年度は、100単位または5単位が算定できます。加算算定にあたっての留意点ですが、まず、会議の開催状況については、 その概要を記録する必要があります。また、カッ1を算定する場合は、複数の医療機関を協力医療機関と定めることで必要な要件を満たすことができますが、会議は、それぞれの協力医療機関と定期的に行う必要があります。次に、高齢者施設等の感染症対策に係る改定事項についてご説明します。 施設内で感染者が発生した場合、感染症の対応を行う医療機関と連携して、施設内で療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止する必要があることから、以下の通り見直しが行われました。まず、高齢者施設等感染対策向上加算の新設です。この加算は 高齢者施設等における日頃からの感染対策の実施や感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制について一定の要件を満たす場合に算定できます。算定要件ですが加算位置については次のアからウまでをすべて満たす必要があります。あ 感染症法第6条第17項に規定された第2種協定指定医療機関との間で進行感染症発生時の対応を行う体制を確保していること。い、協力医療機関等との間で進行感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し、 適切に対応していることう診療報酬における感染対策向上加算または外来感染対策向上加算にかかる届出を行った医療機関または地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修または訓練に1年に1回以上参加していることです次に 加算2については診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていることが要件となります続いて新興感染症等施設療養費についてご説明します 新興感染症等施設療養費は、新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して、必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床逼迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で、感染した高齢者の療養を、 施設内でで行うことを評価すするものです具体的には入所者が特定の感染症に感染した場合に相談対応診療入院調整を行う医療機関を確保していることそして当該感染症に感染した入所者に対して適切な感染対策を行った上で該当する介護サービスを行った場合に算定することができます。 特定の感染症とは別に厚生労働大臣が定める感染症を指しますが、現時点において指定されている感染症はありません。また、今回の改定では、施設内で新興感染症が発生したときに迅速に対応できる体制を普段から構築しておくため、 感染者の診療を行うこととされている協定締結医療機関と連携して発生時の対応を取り決めるよう努めることとされています。さらに施設が定めた協力医療機関が協定締結医療機関である場合には当該医療機関との間で発生時の対応について協議を行うことも義務付けられています。次に 今回の介護報酬改定で新たに設けられた基本報酬の減算についてご説明します。はじめに、業務継続計画未実施減算です。業務継続計画の策定については、令和6年3月31日までの経過措置期間が終了し、4月1日以降は義務となっています。これに伴い、 感染症発生時、非常災害発生時の業務継続計画を策定していない場合や、計画に定める必要な措置を講じていない場合、基本報酬が、所定単位数の100分の3、減算となります。減算の適用期間は、基準を満たさない事実が生じた日の翌月から、基準に満たない状況が解消された月までです。ただし、 基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合はその月から減産となります。なお、業務継続計画未実施減産には経過措置期間が設けられています。感染症については感染症の予防及び蔓延の防止のための指針が整備されている場合、また、非常災害については 非常災害対策に関する具体的な計画が策定されている場合には、令和7年3月31日までは、減産は適用されません。ただし、義務となっていることを踏まえ、速やかに業務継続計画を策定し、必要な措置を講じてください。続いて、高齢者虐待防止措置未実施減産についてご説明します。 高齢者虐待の防止を推進するため、虐待の発生や再発を防止する措置が取られていない場合、基本報酬が、所定単位数の100分の1、減算されます。当該減算に該当するのは、次のあからえまでの、いずれかの措置を講じていない場合です。あからえの中で、一つでも実施していないものがあれば、減算が適用されます。あ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、従業者に周知、徹底を図ること。い。虐待の防止のための指針を整備すること。う。従業者に対し、虐待の防止のための研修を年2回以上実施すること。え。 蒸気措置を適切に実施するための担当者を置くこと。減産の適用期間は、前述のあからえまでのいずれかの措置を講じていない事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月までとなります。減産に該当する事実が生じた場合、速やかに本市へ改善計画を提出し、事実発生から3ヶ月後には、 改善状況を報告する必要があります。この改善状況の報告により、改善が認められれば、減産適用は、その月で終了となります。次に、認知症チームケア推進加算についてご説明します。この加算は、認知症である入所者に、日頃から適切な介護を提供することにより、 認知症の行動や心理症状、いわゆる BTSD の出現を予防し、出現時にも、早期対応により重症化を防ぐためのチームケアを実施していることを評価するものです。加算の算定にあたっては、まず、施設の入所者総数のうち、本加算の加算対象ともなる日常生活自立度のランク、2、3、4または、 M に該当する入所者が1 2分の1以上を占めていることが要件となっています次に BPSD の予防及び出現時の早期対応を行うためのチームを組んでいただく必要がありますチームの構成員として加算1では認知症介護指導者養成研修及び認知症チームケア推進研修を終了したものの配置が求められています この研修終了者を中心に複数人の介護職員等からなるチームを構成してください。三つ目の要件として、チームは対象者に対し計画的に BPSD の評価指標を用いて評価を実施し、その結果に基づきチームケアの計画を作成、実施します。計画の作成にあたっては、 確率的な計画とならないよう、個々の入所者の状態に応じて個別に作成してください。また、ケアにおいて、入所者の尊厳が十分保持されるよう留意することも必要です。四つ目として、対象者一人につき、月一回以上の定期的なカンファレンスを開催し、個々の入所者の状態の評価、ケア計画作成、ケアの振り返り、 計画の見直し等を行うなど、適切なチームケアの実施が要件となっています。続いて、加算2の要件についてご説明します。加算2と1の違いは、配置要件となっている職員が、どの研修を終了したかという点です。加算1では、認知症介護指導者要請研修の終了が要件の一つとなっていますが、 加算2では、認知症介護実践リーダー研修の終了が要件となっています。どちらの研修を終了されているかにより、算定できる加算が異なりますので、ご注意ください。いずれの場合も、認知症チームケア推進研修の終了は必須となります。その他、注意点についてですが、認知症チームケア推進加算については、 1>, 1と2を同時に算定することはできません。また、認知症専門家さんを算定している場合も、同様に算定できません。なお、異なる入所者に対しての算定は可能です。また、本加算の対象者は、日常生活自立度のランク、2、3、4または、M に該当する入所者のうち、 算定要件となるチームケアを実施している入所者に限られます。関連通知には、入所者の状態の評価、ケア方針、ケアの振り返りなどについて、ワークシート、及び介護記録等へ詳細に記録することなども記載されています。加算を算定する場合には、必ず通知に目を通し、要件を満たしているかどうかを確認するようにしてください。 次は施設における航空衛星管理の強化についてです航空衛星の管理体制については令和3年度から基本サービスとして位置づけられました令和6年度の改正においては施設の職員による航空管理等の実施と歯科専門職による適切な航空管理をつなげる観点から新たに2つの項目が追加されています まず1つ目は施設の従業者または司会医師等が入所者ごとに施設入所時及び月1回程度の航空の健康状態の評価を実施することです。そして2つ目は計画に関する技術的助言もしくは指導または航空の健康状態の評価を行う司会医師等と施設との連携について。 実施事項等を文書で取り決めておくことです。今回の改正により項目が追加されたことで、介護保険施設における航空衛生等の管理がますます重要視されていることがわかります。はや航空の健康の保持・増進を図ることは自立した質の高い生活を営む上で重要であり、利用者の航空の健康状態に応じた効率的・ 効果的な航空清掃等を行うだけでなく、接触延期機能の維持、向上、栄養状態の改善にもつながるものであることに留意しましょう。国の関連通知においても、今回の改正に合わせて文言等が変更され、様式も追加されています。航空衛星の管理体制について不足がないか確認し、体制を整えていただくようお願いします。 次に、ユニットケア、施設管理者研修についてご説明します。ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア、施設管理者研修の受講が努力義務となりました。続いて、介護職員等処遇改善加算についてご説明します。今回の報酬改定では、 介護人材の確保に向け、給与のベースアップにつながるよう、加算率を引き上げるとともに、加算の構成を、これまでの参加算、すなわち、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を、介護職員等処遇改善加算へ、一本化しています。一本化された新たな加算は、 令和6年6年月からの適用となりますまた新たな加算では職種に着目した配分ルールはありません介護職員への配分を基本とし特に経験技能のある職員に重点的に配分することとされていますが事業所内での柔軟な職種間の配分が認められています 新たな加算の算定要件の概要は表の通りです。加算1から4までについてはいずれも加算4の加算額の2分の1以上を月額賃金で配分することが要件とされています。なお、令和6年5月31日時点で旧3加算を算定していた施設については令和6年度中に限り、 その算定状況に応じて、新たな加算の経過措置区分である、加算後を算定することが可能です。加算の算定要件の詳細については、関連通知、介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方、並びに、事務処理手順、及び、様式例の提示について、おご参照ください。次に、 利用者の安全ならびに、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会についてご説明します。介護現場における生産性の向上に資する取り組みの促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全ならびに、 介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が義務付けられました。これについては、経過措置期間が令和9年3月31日まで設けられています。それでは、生産性の向上に資する具体的な取り組みを例示します。テクノロジーの活用については、 生産性向上推進体制加算の算定要件の一つになっています。各項目の目的、期待される効果などは、介護サービス事業における生産性向上ガイドラインに詳しく掲載されていますので、そちらをご参照ください。次に、生産性向上推進体制加算についてご説明します。この加算は、 委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で見守り機器等を導入し生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うこと一定期間ごとにデータの提供を行うこと職員間の適切な役割分担の取り組み等を行っていることを条件としています具体的な算定要件は 次のページ以降に掲載しています。加算1と加算2の注意点です。あ、加算1と加算2を同時に算定することはできません。い、加算1を算定するには、加算2で行った取り組みの成果の確認が要件となっています。厚生労働省では、原則として加算2を算定して、 一定の期間取り組みを進め加算1に移行することを想定していますが以前から取り組みを進めている施設では最初から加算1を算定することも可能とされています。う加算1の算定にあたっては加算2で行った取り組みの成果の確認が要件となることからテクノロジー導入前の状況調査が必要です具体的な調査内容や様式は 関連通知でご確認ください。続いて、加算1の算定要件です。A。加算2の要件を満たすこと。加算2の具体的な要件は、次のページでご確認ください。E。加算2の取り組みを3ヶ月以上継続し、提出したデータにより、業務改善の取り組みによる成果が確認されていること。 具体的には、米一の通り、り、一利用者向け調査表で得られる数値が下がっていないこと、二創業無時間及び超過勤務時間が短縮していること、三年次有給休,休暇の取得が維持または増加していることが必要です。う、見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること、この場合、 コメニの通り、丸あ、利小センサー等の見守り機器、丸い、インカムなどの ICT 機器、丸う、介護記録ソフトやスマートフォンなどの ICT 機器で、データ入力から、記録、保存、活用までを一体的に支援するもの。この三つすべてを導入する必要があります。え、職員間の適切な役割分担。 いわゆる介護助手等を活用するなどの取り組みを行っていること。を、事業年度ごとに、1回、業務改善の取り組みによる効果を示すデータをオンラインで提出すること。以上が加算1の算定要件です。要件の詳細は、次のページに記載した関連通知やガイドラインでご確認ください。続いて、 加算2の算定要件です。あ。利用者の安全ならびに、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を3ヶ月に1回以上開催していること。施設基準としての委員会設置には経過措置期間が設けられていますが、加算2を算定する場合は委員会の開催が必要ですので、 ご注意くださいい、e. 生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。う、見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。具体的な機器の種類は前のページでご確認ください。え、e.、事業年度ごとに1回。 業務改善の取り組みによる効果を示すデータをオンラインで提出すること。以上が加算2の要件です。委員会での検討事項、見守り機器等のテクノロジー、国へ提供するデータの詳細は、関連通知や生産性向上ガイドラインでご確認ください。次に、人員配置基準における両立支援への配慮についてご説明します。 これまでも、育児や介護を行う職員が短時間勤務制度を利用する場合については、週30時間以上勤務すれば、常勤職員として取り扱うことが認められ、また、常勤換算方法の計算でも、1と扱うことが認められていました。令和6年4月以降は、新たに、事業上における、 治療と仕事の両立支援のためのガイドラインに沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する職員についても同様の取り扱いが認められることとなっています次に外国人介護人材に係る人員配置基準の取り扱いの見直しについてご説明しますこれまで EPA 介護福祉士候補者 および技能実習生については、日本語能力試験、N1 または N2 の合格者を除き、受け入れ施設において、就労を開始した日から6ヶ月を経過しなければ、人員配置基準への参入が認められませんでした。しかし、就労開始から6ヶ月未満でも、ケアの習熟度が一定以上に達している外国人介護職員が存在する実態などを踏まえ、 今回の改正で、その取り扱いが見直されました。具体的には、受け入れ施設の事業者が、当該職員の日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案し、人員配置基準に参入することについて、意思決定を行った場合、就労開始直後から人員配置基準に参入することが可能となりました。 ただし参入には2つの要件を満たす必要がありますまず一定の経験を有する職員とチームでケアを行う体制とすることもう一つは安全対策担当者の配置指針の整備や研修の実施など組織的に安全対策を実施する体制を整備していることです次は ユニット間の勤務体制にかかる取扱いの明確化についてです。ユニット型施設において、柔軟なサービス提供により、より良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務が可能であることが明確化されました。具体的な取扱いは、 令和6年度介護報酬改定に関する Q&A で示されています。なお、基準省令及び解釈通知の規定には変更がありませんので、引き続き、従前どおりの職員配置を行うことが必要です。最後に、重要事項等のウェブサイト掲載・公表についてご説明します。介護医療院にかかる運営規定の概要 職員の勤務体制等のいわゆる重要事項については、これまで施設内の見やすい場所に掲示することとされ、その代替措置として重要事項を記載した書面を施設内に備え付け、関係者がこれをいつでも閲覧できるようにすることとされていました。令和7年4月1日からは、これらに加えて、 重要事項をウェブサイトに掲載することが新たに義務付けられます。ここでいうウェブサイトとは、法人のホームページまたは介護サービス情報公表システムを指しています。今年度は経過措置期間となりますので、ウェブサイト掲載に向けた準備をお願いいたします。令和6年度介護報酬改定における主な改定事項についての説明は、 以上です。